数年前、私の親戚の A は警察に取り押さえられて、精神科病棟に強制入院となりました。私と A は仲が良く、異性で年も離れていましたが、たびたび一緒に遊ぶような関係でした。私が結婚してからは、以前よりは顔を合わせる頻度も少なくなりましたが、それでも2ヶ月に1回は遊んでいたと思います。A は都内の高校に通っている変哲のない男子生徒でした。中学の頃は部活のエースになっていて、高校に入ってからも部活で活躍したいと先生方には言っていたらしいです。勉強はあまりできる方ではないし、外交的でもありませんでしたが、友達には優しく興味のあることには向上心の強い人でした。スポンサーリンク。しかし A はもともと精神的にあまり強い方ではないようで、一時期登校拒否になりかけていたりしたそうです。中学の頃は部活に打ち込んでいたのでそうしたことはありませんでしたが、高校に入ってからすっかり彼は変わってしまいました。何でも親の死因をどこかで聞いた時から以前より患っていた精神疾患が悪化したとのことです。A が幼い頃、片親は誰に言うこともなく自殺をしたようです。私や A はそれを数年間聞かされていませんでしたが、死因を告げられた時は、ああやっぱりと思いました。なぜなら、元来家族間のトラブルが非常に多い家庭だったからです。A は、俺がこんなに落ちぶれたのは、あいつのせいだ。俺たちを放ってあいつは死んだ。逃げた弱虫だ。と、口癖のように自殺した親を責めていたと聞いています。ある日の早朝、A の親、以後、B から電話がかかってきました。今私ちゃんの近くのコンビニの駐車場にいるんだけど、これから家に行っていい？鼻声で声も潰れていたので何事かと思いましたが、私はいろいろは聞かずに B を家に招き入れました。B とはその時あまり連絡を取っていなかったのですが、久々に見た B は、やつれ果て、泣き晴らした顔をマスクで隠していました。玄関に入ってくるなり B はがっくり膝を落として、殺される。自分は A に刺されて殺される。助けて、と一番に言いました。私は、とりあえず、B を落ち着かせると、無理のない範囲で、詳しい状況を聞き出しました。B は A に日常的な DV を受けており、普段から隣人にかくまってもらったり、警察に通報してもらったりしていました。隣人の助けを借りっぱなしにするのも悪いと思った。その日は、着の身着のまま車に乗り込んで、こちらまで逃げてきたそうです。彼女の体は全身真っ青なあざだらけで、ところどころが赤く腫れ上がっていました。全部 A がやったとのことです。あそこにずっといたらいつか殺される。数日だけでいいから、お願いかくまって、B が言うので、私はうなずきました。話をして落ち着き始めたところで、B の携帯が鳴り、彼女の顔が、さっと青ざめました。A からメールだ。メールの文を見せてもらったら、逃げられないぞ。早く帰ってきて、とありました。そして1分も経たないうちに、早く帰ってきてと、またメールが入っていました。それから間髪入れずに、今度は、早く帰ってきてを、画面いっぱいにコピペしたメールが幾度となく、送られてきました。しまいには着信まである始末で、それは1日中続きました。混乱に頭をかきむしった B は、電池パックを抜くなり、携帯をカバンに放り込みました。その翌々日、B は私を連れて、親戚の家に行き、今後どうしたらよいか相談することにしました。親戚の家にも A からメールと電話がたくさんあったようですが、B はまだ私以外には家出のことを知らせていませんでした。だから本当に失踪したと思った親戚は本気で警察に届け出ようか悩んでいるところでした。みんなで今後のことについて話し合いましたが、もう家出してから時間も経っているし、A も反省しているかもしれないということで、親戚同伴という条件付きで、一旦 B を帰宅させることにしました。ついでに、親戚は A と二人で話をしてみようと考えていたようです。
私は行けない代わりに、親戚のカバンの底に、フル充電した IC レコーダーを仕込んでおきました。後日録音した中身を聞いてみると、A は B に暴力を振るったことは、悪いと思ってる。迷惑かけてすまなかった。もうこんなことしないように気をつける。などと言っていました。しかし数日後に親戚が帰宅して、家の中に A と B だけになると、たちまち暴力が始まったと言います。そしてかかりつけだったカウンセラーから、初めて精神病棟への入院が言い渡されたとのことです。退院後、私は A と個別に話し合う機会がありました。私の前では A はいつもの明るいお調子者な感じで、特に何の変化も見られないように思いました。まさかこの A が DV の加害者になっていたとは、この時は到底思えませんでした。しかしそれは退院直後の比較マシな状態が見せた幻想だったようです。二度目の強制入院になる約1ヶ月前、私はふとしたきっかけで B の家に立ち寄ることになりました。A は学校に行っていると思っていましたが、この日は欠席していたようです。数ヶ月ぶりに見た A は髪もボサボサ、服装も珍しく寝巻きのままで目もどんよりと座っていました。それでも私を見ると、おお私ちゃん、久々だねー、とさっと表情を戻し、いつも通りの声をかけてきました。今まで見たこともなかった A のひどい姿を見た私は、明るく振る舞いながらも、内心まずいものを見たと思いました。この日は、用事があったので、長居はせず、すぐに帰ることになりました。それから、少しの後、B の誘いで久々に、彼女の家に行きました。道すがら A が高校を除籍になったこと、再度入院したことを聞かされました。この頃の A は、さらに凶暴性を増し、素手で殴る蹴るだけではなく、包丁を持って威嚇に使うようにもなったと聞いています。刺される一歩手前になったこともあったそうですが、その時は、隣人宅に逃げ込んで事なきを得たようです。第三者が入ると急におとなしくなるためか、隣人は凶器を持つ A の姿は見たことがなかったとのことです。そしてある日、いつにも増して、騒音と悲鳴が大きく上がったらしく、隣人は急いで警察に通報をしました。犯罪にすらなりうるレベルの DV が発生しているということで、B 宅は警察からもマークされており、たちまち警官が現場に到着しました。ドアが開かれて、すぐに目についたのは、悲鳴を上げながら、必死の形相で走りすがってくる B と、包丁を振りかざして追いかけてきた A の姿だった。そうです。警官は A を取り押さえ、その後医療機関も交えて相談し強制入院という措置を取らせたようです。その時は長期間の強制入院で、面会もほとんどできない状態と聞きました。A のいなくなったボロボロの家で、B はこれでよかったんだ。あの時、本当に A に殺される。ここで死ぬって思ったんだから。今でも怖くて、とても包丁が握れないよ、とこぼしていました。それから間もなく、私は、夫の転勤で地元からかなり離れた土地へ引っ越す、ことになりました。B とは、以前のように会いにも行けず、メールでの交流も年に数回の挨拶程度しか、ありません。A と B は、うまくやっていけているのでしょうか。彼らの家庭がどうなっているか、聞き出す度胸が今の私にはありません。私は長年看護師をしてきたものです。いくつかの病院を回りましたが、私が見聞きして怖いと思った話をしていきます。産婦人科病院に勤めていた時、中絶手術をされる患者様がいらっしゃいます。一度先生が中絶した小さな赤ちゃんを見せてくれました。ちゃんと頭になるところ、足になるところ、できていました。今でもそうなのかわかりませんが、初期に中絶された赤ちゃんは、汚物として取り扱われます。10ヶ月ほど経てば一人の人間になるのに、汚物として流されることには、
びっくりしました。スポンサーリンク、内科や外科の患者様で、特に亡くなられる前の患者様は、生きているはずのない患者様のお父様やお母様がそこに来ているとよく言われます。冗談でお迎えに来たのかなと思っていますが、あまりにも同じことを言われる患者様が多いので、本当にお迎えに来られてるのかなと最近は思うようになりました。患者様をお見舞いに行って、そこに渡っているなどと聞かれた時は、決して否定しないであげてください。患者様には本当に見えているのかもしれませんから。私は夜勤をしていたので、夜勤をするようになってからは怖い番組は見なくなりました。一人の見回りが怖くてできなくなりますから。それでも病院にいると自然と怖い話が耳に入ってきます。その患者様は男性で、60歳から70歳くらいだったと聞いています。重症で歩くことができず、いつも寝たきりで、看護師が全てのお世話をしていたそうです。しかしある日、朝出勤したら木で首をつって亡くなっていたそうです。歩けないはずなのに不思議です。またこんなことも聞きました。全員寝たきりの病棟で、2人夜勤中、1人はナースステーション、もう1人は仮眠をとっていたそうです。付き添いのご家族もおられず、ナースステーションに鳴り響くモニターの音だけが聞こえていました。その時、仮眠室のドアをノックした人がいました。一緒に勤務していたスタッフは、その時確かにナースステーションにいたそうです。誰がノックしたかは今でもわからないそうです。とある看護師さんが精神科の病棟に勤めていた時の話もあります。精神科なので、夜間はナースステーションに鍵がかけられてあったそうです。すると患者様が不眠を訴えられ、眠剤が欲しいと言い、その夜に限ってたくさんの患者様が取りに来られたそうです。しかし疲れていたのか、うとうとして体が動かなかったと、その看護師さんが言っていました。動かないと、動かないと、と思っていたら、その看護師さんの肩が急に叩かれて、しっかりせいよと言われ、我に返ると、眠剤を取りに来た患者様が全員いなくなっていたとのことでした。うとうとしていたので、夢でも見ていたのかもしれませんが、肩を叩かれた感触は残っていたそうです。鍵は閉まっており、一人夜勤なのに、そういえば私も見たかもしれません。二人で夜勤をしていたのですが、廊下をスーッと誰かが通りました。一緒に夜勤しているスタッフも気づいたのですが、こんな夜中に誰が通るのだろうと病棟内を確認しましたが、やはり誰もいなかったことがありました。私自身で一番印象に残っている体験は、亡くなった患者様が退院するとき、ご家族と業者の方とエレベーターに乗っていたときのことです。エレベーターに乗って1階まで行き、エレベーターのドアが開きました。すると誰も乗り降りしてないのに、エレベーターから最後に、お乗りの方は降りてくださいと放送があったのです。何回も言いますが、誰も乗り降りはしてません。しかもエレベーターの放送を聞いたのも、その時が初めてでした。他の職員にそのことを話しても誰も信じてくれません。機械の誤作動ですよなどと疑われ、しまいにはエレベーターにみんなで乗り実験までしましたが、放送はありませんでした。誰にも信じてもらえず、悲しい思いをしましたが、ただの空耳だったのでしょうか。私と友人の M は中高が一緒で、昔からの親友だからとても仲が良い。しかも27歳でお互い彼氏がいないという共通点がある。ある日、中目黒で二人でお茶をしていて、恋愛話になった。うちらってどうして彼氏ができないんだろうねって話をしてて、こうだからああだからとお互い言い合っていた。その頃、私は合コンに進んで参加していた。先日の合コンは結構イケメンな人が一人いた。製薬会社で働いていて、雰囲気が松田翔太に似ている。しかしアドレスを交換していない。せっかく出会いのチャンスだったのに、せめてもう少し仲良くなっておけばよかったと少し心残りがあった。私は M に話した。
こないだの合コンで会った人、ちょっとかっこいいと思うんだよね。少し時間が経っちゃったけど連絡してみようかな。すると M は、良いんじゃないと言っていた。スポンサーリンク。その合コンは、大学時代の友人 R から誘われたものだったので、連絡先を聞こうと思えば聞ける。早速 R を通して、気になっている彼、K に連絡をしてみた。割とすぐに返事が来た。どうやら私のことを覚えていたようだ。私は思い切って遊ぶ約束を取り付ける。すると、誰か誘って2対2で遊ぼうよという話になり、私と M とで次の週に、居酒屋で飲み会をすることになった。居酒屋での飲みは盛り上がり、カラオケに行くこととなった。K は、爽やかイケメンで、カラオケも盛り上がり、とても楽しかった。ほどほどに遊んでお開きになった後、M からメールが来た。K 君、かっこよかった?私が K を気に入ってるのは M も当然知っているはず。なのに、彼のことについて、そんな質問をしてくることに、不思議な感じを覚えた。私は、かっこよかったよね、と返事をすると、なんと M から、遊ぶ約束をしようかな、と、返信が来た。突然のことに私はびっくりした。確かに私と K は付き合っているわけではないけど、まさかこんな展開になるとは思いもしなかった。その後、M とは喧嘩になった。どうやら M も私の話をよく聞いてなかったようで、てっきり自分に紹介してくれるのかと思っていたと言い訳をされた。それからというもの、M とはしばらく連絡を取らなかった。この出来事を思い起こすたび、私はだんだん怒りを覚えるようになった。M とこれほど連絡を取らなくなったのは初めてかもしれない。しかし今回はどう考えても M に非がある。半年後にやっと M から電話が来た。時間が経過して、冷静さを取り戻したのか M の方から連絡してきてくれて嬉しかった。私と M は都内にある喫茶店で再会した。あの時はごめん、怒ってた?と聞かれて、私は素直に気持ちを伝えることができなかった。しばらく間があった後、実は、と M が話を切り出す。何でも私と会っていない間、M の身には不可解なことが起こっていたらしい。職場へ行く途中で、横断歩道を渡ろうとした際、確かに信号が青だと確認したのに、自動車と接触してしまったらしい。幸い大事には至らなかったが転んですり傷を作ったらしく、M の膝元からふくらはぎにかけては生々しく、傷跡が残っていた。他にも絶え間なく、失敗やら事故が続いたというのだ。さらにそれだけではない。M の職場の同僚には、霊感の強い女性がいるそうだが、その女性と二人で食事をしていると、M の顔の真横に、白い、怒った顔の女性が見えたらしい。体はなく、顔だけが、さらに、霊感の強い彼女は誰かと喧嘩してないか、と聞いてきて、M には喧嘩している。相手の精霊がついていると警告してきたのだそうだ。その話を聞いた M は、とっさに、私のことを思い出したという。まさか自分が精霊を出せるなんて。私は、鳥肌が立ちそうだった。M はこれからも私と、仲良くしたいと話してくれたが、その後私は、なんとなく、M と連絡を取らなくなり、疎遠になってしまった。この出来事以来、私は、他人と不快仲にならないようにしている。